はい、時刻は夜8時もありました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君色と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は日曜日の憂鬱な時間を明日への希望に変える番組となっています。ぜひ最後までご視聴お願いします。はい。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmgino1.com。797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも同時に、配信をしております。YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい。はい。はい、ということで、全部言っちゃいました。そうですね。あ、今日全部仲間さん言い始めた。まあ NG じゃないということで。ありがとうございます。さてさて、2月5日ですね。そうですね。もう、うん、節分も終わって、はい。はい、旧暦でいくと、もう お正月ですね。中国がちょうど春節ってことですね。ね、そうですよね。うん、ちょうどお正月ですもんね。はいはい、だんだん、本当、中国の方も結構、東京では、はい。見るというか、そういう機会が多くなってきたんですけど、もうそろそろ、うん、はい。渡航も、はい。渡航もね、はい、普通になってきましたよね。知り合いの、はい、出張でガンガン行ってるし、結構、うんうんうん、SNS とかで、はい、もう普通に行ってる姿があるので、そうですね、はい。いい感じじゃないでしょうかね。うんうん。私、空港の近くに住んでるので、すごい、はい、スーツケースを持った外国の方々が、あ、本当に増えたなって思いますね。そうですね。あ、で、特にこの時期はやっぱり中国語が飛び交ってるなって。はいはいはい。まあでも、あれですね、解禁されたからもう、ドバッとこう。ね、ドバッとね。ドバッと来て、はい。日本の経済を盛り上げてくれれば一番いいんじゃないでしょうかね。そうですね。はい、はい。先日銀座に行った時も、シャネルとか、はい、中国の方が列をなしてるっていうね。あ、はいはい、その入店制限をかけて並んでるっていうすごい状況でしたけど。はい、もうなんか本当すごいいいことですよね。なんかもうずっと止まってたことが、うん、本当は多分それ当たり前だったのが結構当たり前じゃなくこの3年終わってるんで。本当ですね。はいはい、で、もうね、コロナもね、5類に引き下げが決まってますし。はい。だいぶ皆さん移動の自由もね。うんうん。もういい流れですね、でも。ですよね。はい。で、それにもう、だいぶ、東京もね、暖かくなってきましたしね。そうですね。もう沖縄なんて、春、夏ですか。沖縄はまあ場所によってはもうほぼ、夏に近まってきてるんじゃないですかね。そうですよね。はいはい。もうそうですね。はい。もう終わりですね。うん、じゃあ、ここで一曲聴いていただきましょうか。はい。はい。じゃあ、ビギンでシマンチュの宝です。お聴きください。はい。はい。ではですね、まあさっきの話じゃないですけど。はいはい。もう気温の本当に2月に入ると、だんかーんと気温が上がってきてる感じがしますけどね、東京ももう10度とか超えてきてですね。はい、もう本当、寒い時期は超えたんだなって感じですよね。ね、もう沖縄も22、3度とかですね、那覇で。あったかい。すごいですね。石垣島に至ってはもう26度ぐらいっていう、ね。わー。
もう完全に夏に近い感じ。夏ですね。本当、半袖でもいい感じですよね。半袖ですね、確かに。まあすごいです。もうこの時期が多分一番気温差が出るのかなと思うんですけど、札幌とかだとまだマイナスだったりするんで。まあそれでも札幌ももう、ちょっとずつは多分、もう大、なんですかね、めちゃくちゃ寒い時期からは多分抜けてると思うんですけどね、雪祭りも始まりますし。ああ、そうですね。はいはい、そうですね。ですね。確かに。ただ気温差が、30度ぐらいあるってことですね。すごい。確かにね。同じ国の中で。はいはい。すごいですね。北と南で何違うかっていうぐらい。ね、本当ですね。なんか、仕事で札幌と、あれですよね。はい、南を行き来する人ってどんな感じなんでしょうね、もう。ものすごい防寒を しなきゃいけない札幌と、はい、半袖でいい、沖縄みたいな。はいはいはい。本当ですね。全然服装が違いますね。そうですね。ね。まあでもね、そういう、なんでしょう、いろんな季節があるっていうか、日本はいいですよね。いいですね。四季があるし、いいですよ。うんうん。うん、なんかこう、季節が変わっていくのもいいですよね。そうですね。でも2月は本当にそれをより、なんかこう、春の兆しが見えたなって感じが、なんとなくする時期ですよね。で、意外とイベントも多いし、はい、節分とか、節分から始まり、はい、バレンタインでもあり、はい。そうですね。うん。ね、でも2月ね、28日しかないから、そうですね。そっかそっか。結構ね、あっという間に過ぎちゃうイメージもありますよね。確かに。うん。ねえ。まあ、2月が28日しかない意味があるんでしょうね、多分。ああ、あるんでしょうね。確かに、2月だけ、うん。なんか本当はあれなんですよね。12ヶ月28でやったら364日になるのかな。うんうんうん。だから、本当は28周期でやるのがいい。はいはい、でも31とか30とかあるじゃないですか、日本は。うんうんうん。まあ、何か意味があるんでしょうね。あるんでしょうね。まあ、ここでは言えない、意味があるんでしょうね。言えない意味があるんでしょうね。それを聞きたい方はですね、ぜひ、個別にメッセージしますんで、お便りください。お便りください。YouTube のコメント欄でも嬉しいですよ。お願いします。そうですね。本当に意味がありますからね。ありますからね。ありますからね。本当に。今日はあれですよね。久しぶりにゲストさんがいないので。ありますね。久しぶりにゲストがいないんで、大人の事情っていうところでのお話しましたけど。そうですね。はい。なんでしょうね。そうですね。うんうんうん。まあまあ、でもそうですね。この前ね、節分だったのもあって。はい。中間さんのところは、恵方巻き食べますか？恵方巻きはですね、はい。うん、そうですね。もう、毎年恒例で。はいはい。朝、無言で、社員全員で食べるっていう。習慣があるんで。いいですね。朝からいいですね。はい、もう、うん、恒例になっちゃいましたね。すごーい。じゃあ今年もやったんですね。そうなんですよ。でもなんか、食べてるときに一気に食べなきゃいけないじゃないですか、あれって。はいはいはい。ちょっとやっぱりむせてきたりするじゃないですか。それでも絶対笑っちゃいけないとか、一言も発しちゃいけないっていうルールがあるんで。はい。結構、いろいろ面白いなと思って。そっか。でも、最近ですよね。まあ、もともと大阪ですよね。関西か。関西ですよね。はいはい。まあ、随分、ね、関東ありますもんね。最近っていうか、もう本当は多分、なんか、あれなんですね。大阪の人に聞くともう昔からあるんだけどね、とは言いますけどね。はいはい。はい、そうなんですね。まあいいんじゃないですかね。なんかイベントとして、なんか何かがあるとかないとか、
そういうのをちょっと置いといて、はい。年越しそばみたいな感じで。まあ、イベントはあった方が楽しいですもんね。そうですね。まあ、いろいろな恵方巻きも最近出てきてるんで。確かに。うん。そうですね。ね、あとは皆さん豆まきはしたんですかね。豆は、そうですね。か。そもそも豆まきか。そっか。節分は豆まきですね。豆まきですよね。鬼は外、福は内ですうん。そうでした。よね。うん。なんとなく毎年やっちゃいますけどね。ああ、豆まきですか。あとちゃんと年の数食べるっていうのを。ああ、すごいですね。そういう習慣って、あれでしたっけ？年の数を食べるって、いうルールでしたっけ？そうです、そうです、そうです。そっか、それ、そっか、そう、なんか、そうですね。そうです。一応ちゃんとな分けて、こう、自分の年の数食べるんですけども、まあ、結局その後残った豆、お豆はね、つまみにして飲んじゃうんですけれどもね。結局、そうですね。そこに行き 着結く。局年の数以上食べちゃう。はい、はい。のはありますね。そうなんですよ。あと何でしたっけ？トリビア的なもので、渡辺家は鬼は外ってやらないっていう。名字渡辺さんが。そうなんですか。そう、なんかその鬼退治をした渡辺の綱っていう方がいて、なので渡辺家にはそもそも鬼が来ないから。すごい、それすごいなんですね。というのがあるらしいです。全国渡辺さんってそういう意味、あれなんですか？どうなんですかね。渡辺さんに聞いてみたいです。渡辺さん、ちょっとゲストで来てほしいですね。そうですね。ぜひぜひ。どうしますか？毎週日替わり、毎週渡辺さんっていうゲストが、渡辺さんを呼ぶ番組になっちゃったらどうします？渡辺縛りで。渡辺縛りか。もうラジオのタイトルも変えなきゃいけないですね。日曜日の夕方わ渡辺になっちゃいますね。はい。めちゃくちゃこれ渡辺を宣伝してる、あれですね。渡辺さん宣伝のなんか今日、内容になってますね。白いですね。でも1月はね、沖縄ゆかりの方が4名来てくださって、はい、そうですね。ね、楽しかったですうん。沖縄にだんだん近寄ってきた感じが、ね。1月でしたね。本当ですね。沖縄、今年こそ行けますようにですけど。そうですね。まあ別に行こうと思ったら多分いつでも行けるんでしょうね。いきますけれども。そうですね。確かに。まあ、いきたまだ、す。本当に今ぐらいが多分ちょうどいいんでしょうね。沖縄もだんだん、もう、多分3月とかになってくると、バンって多分上がってくるし、もう本当それこそ冷房の時期になってくるじゃないですか、だんだん。ああ、確かに。気候としていいですよね。この時期だった。2月ね。いいですね。確かに。なんか今こう、いわゆる春節でお正月の時期にあたるじゃないですか。私、元旦とか、ちゃんと1月のお正月のところを、ちゃんと今年の抱負とか決めてなかったんで、この時期に決めて間に合うかなって思ってるんですよね。本当にちょうどいいんじゃないですかね。まあ、あれですもんね。世界的に見ても2月の方が、まあ、世界的に見るってちょっと変なあれですけど、2月スタートでもいいんじゃないですかね。そうですよね。ちょうど。なんか根拠はないですけど。まあ、でも本当はあるんですけどね。それを知りたかったら それはちょっと知りたかったら個別に別に。メッセージを送るんで。
その前にお便りをもらえると。そうですね、こちらの仲間宛てにお願いします。はい。いろいろ世界の秘密のことをいっぱい知ってますんで。じゃあぜひ、仲間さん宛てに個別メッセージを。そうですね。そうですね。はい。うんうん。いっぱいありますからね。資料の序列とかね。資料の序列ですか。それは、クロアで個別メッセージをいただかないと。そうですね。まあ、あんまり言うとちょっと、ね、NG になっちゃいますからね。NG になってしまうので。NG なことがね。企業の、あ、ほろほろ、はい。資料の序列とか、あと、駅の序列とかね。ああ。駅の序列。あと、美容業界の序列とか、美容業界で、美容室の序列とかね。美容室の序列あるんですか？まあ、それはちょっとはい。メッセージもらえれば。言えないね。そうですね。あと、神社の序列とかね。おー、それは。そもそも、ね、まあ、神社も、はい。明治時代に一回ちょっと神社統一しようぜってなったとこからいろいろ始まってるんですよ。いろいろ。はいはいはい。そうです。そっから、そうなんですね。神社の中もちょっとやっぱり、もともと神社ってだいぶもう千年以上の、千年ですし、千年は嘘ですね。そんな前じゃないか。多分聖徳太子とかその辺の時代ぐらいから神社って多分あったと思うんですよね。その、もともと天照大神、はいはい。は太陽っていうとこから来て、うんうんうん、そのなんかこう結構ズレが多分生じて、一回明治時代に統一が行われたんですよ。ちょっとそこら辺の詳しい話をすると、うん、ちょっと個別にメッセージください。個別にメッセージじゃあお待ちしてます。本当のパワースポットはここだよとかね。ああ。本当のパワースポットはここだよとかね。なるほどですね。なるほどですね。伊勢神宮の秘密とかね。ああ。じゃあ、それはじゃあ、個別の。そうですね。あと、聖徳太子は実は7人いたとかね。ああ、ありますよね。ありますよね。嘘説ね。はい。ああ。ありますね。いや、あります、あります。もうなんか、そうだ、邪馬台国はどこにあったかとかね、ありますよね。はい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 。まあ、ただ邪馬台国がどこにあったかに対しての真相は、でもまだ分かってはないってことないですよね。そうですね。うんうんうん。確定はしてないですよ。でも多分、あそこですよね、多分。やっぱあそこですかね。多分あそこのなんで、その、あそこについて、ね、いろいろちょっと、話したいですけど。はい。話したいですけど。ないですけどね。うん、まあ、メッセージください。ちょっと熱い議論をしたいなと思って。わかりました。もうこの。先はこちらまでっていう。こちらまでね。もうリスナーさんが言わねえのかよって思ってますよ。そうですね。ありますね、いろいろ。いろいろありますよね。はい。ああ、今日はまったりトークですね。はい。実は織田信長は。何いやいやいや、それ、織田信長は、本能寺の変は実はっていう。ああ、ありますよね。実は。実は。まあでも、織田信長は、お酒飲めなかったっていうのは、ええー。話ですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、そうなんです。なるほど、そこに。結構有名な話ですね。お酒飲まない人なんですね、信長は。そうなんだ。もうすごいね、信長は、なんでしょうね。きちんと女性も立てるような、すごい、なんていうんですか、本当にすごい人だったっていうか、その、うん、そうですね。人格者っていうか、うんうん、うん、っていうのも聞きます
あとなんか、織田信長と、家康と、豊臣秀吉、実は、みたいなのもありますよね。そこは、そうですね。探ただ、そこの話に関しては、多分そう、いろいろな人がいろいろな見解を持ってるんで、あんまりね、議論になっちゃうと多分 すごい誰も譲らない人もいっぱいいるんで、その、いや、違うよ、違うよ、そこは違うよっていう話になるんで。なるほどです。まあ、その辺に関しては、まだちょっと浅いんで、正直、ミーハーな部分しか知らないんで。まあ、ただね、あれなんですよ。いろいろ、急、あの、何ですかね、その、暦28日。そういうのはまたいろいろ秘密があるんで。おお、なるほどです。じゃあ、そこはまた、そうですね。楽しみに。なぜイギリスが緯度、経度はゼロなのか、ゼロ度なのかっていうね、あれも。なるほどですめちゃくちゃ話をこうやって引き伸ばしてて大したことなかったりするかもしれないですけどね。ね。そうですね。そうなんですよね。じゃあ今日はゲストさんもいないことですし、はい。私の手相コーナーやろうかな。そうですね。久しぶりですね。な実はこの手相にも、い。なぜ敦子さんが手相をやるのかっていう、その真相は、また来週ということで。あ、というかまだ始まってないですよね。その手相コーナーが。始まってないですね。じゃあ、手相コーナーね、やりましょうかね。そうですね。うん。じゃあ、一番わかりやすい生命線いきましょうかね。生命線、はい。皆さん、親指と人差し指の間のところから下に向かって出る線のことですね。で、中指の、なんて言ったらいいんですか、中指の下ぐらいまで、こう、どこまで張りがあるかっていうことなんですけど、生命線がどこまで、手のひらの中でこう奥に入ってるかっていうか、中指の下ぐらいまであるのが普通っていう考えて、それよりももっと薬指側までこうはみ出してる感じの方って、すごく生命力が強いんですはみ出してはないですね。よ。なるほど。まあ、あとね、よく二重にあると二重生命線で生命力強いとか、あとは、ですね、こう、二股に分かれてる生命線が、そうするとこれもいいんですよね。あと、二股。三個に分かれてるとすごく好奇心が強い人なんですよね。で、あと、なんか皆さんすごい寿命とかを気にされるかもしれないんですけど、生命線って言っちゃうと。でも別にそこは、あまりお気にせずにっていうところはあるんですよね。短いから云々とか。ただその時期に気をつけましょうねっていうのは本当なので、始まりのところを0歳として、で、例えば手首までを100歳って見たときに、で、人差し指と中指の間のところからまっすぐ下に下ろしたところ、ぶつかるところが20歳って考えて、で、こう、等分してもらって、なんかちょっと生命線が薄いなとか切れてるなみたいな年の気をつけましょうねっていうことです。なるほどです。そうなんです。私もちょっとこの先、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。お酒の飲みすぎですかね。このあれなんですか、この手相に関しては、1時間無料相談ありなんですか？ いいですよ、じゃあ、せっちゃん。あれですよね、その、弁護士案件の依頼で、ちょっと無料相談があるんですけどって来て、じゃあまず手相から見てもらえますかってとこから入るんですか？最初。それが、なんかちょっと、じゃあ、ちょうど手相。他のその争わない弁護士って言ってるゆえんなんですか？その、実じゃあまは。ず手相から見せてくださいっていう。
実はそうだったっていう。すごいですよね。でも確かに争い事とかで法律相談で弁護士さんはしててって言って、敦子さんに無料、まあ、相談があるんじゃないですか。い。で、会った時に、じゃあひとまずちょっと手相を見せてくださいって言ってくださったら、この人って思いますよね。思いますね。なんかもう気が気じゃないぐらい、その、た、あの、なんですか、もう、いろいろ訴訟を起こされたりとかあるんじゃないですか。その中に、その相談に来てるのに、いきなり、ああ、ちょっとね、二十歳ぐらいからこの辺の線がね、ちょっと来てますね、とかっていう話。だからまあ、そうですね。で、だからこういう方針で行きましょうって言ったら面白いかもしれないですね。面白いですね。ちょっと取り入れてみようかな。あと、生年月日とね、見はいて。はい、そうですあ、ね。じゃあ、っていう。面白いです。そうですね。じゃあ僕もあれですね。こう髪の毛をこうやって、手相はできないんで、髪の毛でこうやって、ああ、なるほど、なるほど、この辺か、みたいなね。あ、髪この毛の占い。辺、そうですね。この辺から何か、ちょっと不安症とか、なんか寝不足とかありましたか？みたいな。いいですね。一本の髪の毛からそわうですかね。る。去年の多分これ9月ぐらいからですかねみたいな。すごいですね。わかった。面いや、白い。ね、ちょっとわかるんですよ。でも本当に、そう、冗談じゃなくて、その生活によって、そうそう、わかるんですよ。ここから何かありましたかっていうのはですね。確実じゃないけど、ある程度わかるんです。面白い。そうなんです。ほら、じゃあそれもぜひぜひ。はい。それは別に特殊な能力とかじゃなくて、本当にあるんです。ひょいってやって、はい。じゃあそれもぜひサービスの中に入れてください。そうなんです。あ、食生活変わったのかなっていうような。面白い。あ、サービスの中に入れるっていうか、まあ自然に話してるんで、それだけで来られるとちょっと困るんですけど、なんか。ちょっと髪の毛見てください。はいはい。面白い。なるそうほです。どですだからね。それを触りながら、あ、ここの鬱憤を晴らしたいんだったらもうここからカットしましょうっていうね。まあ、という提案はしたことないですけど。あ、ここの辺から邪気がちょっと入ってますね、みたいな。いいですね。はい。面白い。今年はじゃあそういうことにもチャレンジしていきましょうかね。そうですね。なんかだんだん最後にエンジンがかかってきた感じでしたけど。急にかかってきましたね。と言いながらもうおしまいのお時間ですでもね。絶対その髪の毛がこの辺ぐらいからこの何年ものの髪の毛でっていう話は絶対聞きたいはずの人もいっぱいいるはずですね。いるはずですね。だからあえてここで終わりましょわあ、う。来週に続くかもしれないっ そうですね。もう多分来週に続くようだったらちょっともう忘れてるかもしれないんで、お便りでちゃんと言ってもらえると、ちゃんとそのね、コメントください。これ気分が乗らないと話せない話、話せない話なんで。はい。じゃあ、お便りお待ちしておりますので。はい。はい。この今日、番組はどうした？ね、はい。はい。毎週日曜夜8時から放送しております。よろしければまた来週もお聞きください。はい。今日もありがとうございました。はい。おやすみなさい。